今回は日本陸軍の戦闘機に搭載されていた機関砲である歩103と、この機関砲に搭載されていた弾丸についてご紹介します。この機関砲は1941年に正式採用され、一式戦闘機はやぶさや二式戦闘機翔機をはじめとする陸軍の主要な戦闘機に搭載されていました。この機関砲の正式な名前は一式 12.7 ミリ固定機関砲とも呼ばれます。そしてこの機関砲には通称マダンと呼ばれる高威力の特殊な弾丸が搭載されていました。マダンを搭載した歩103はどういった経緯で開発され、実戦ではどんな活躍を見せたのか振り返ってまいります。歩103の開発。歩103、つまり一式 12.7 ミリ固定機関砲は、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の航空機に搭載された機関砲で、一式機関砲とも呼ばれました。ノモンハン事件では、それまでの主力航空機関銃であった口径 7.7 ミリ機関銃の威力不足が明らかになりました。そこで陸軍航空本部は、従来の機関銃に代わる口径 12.7 ミリの機関砲の開発が計画されました。いくつかの型が検討され、中央工業製の歩103が優秀な性能を発揮しました。実は歩103はアメリカから購入していたブローニング AN/M2 航空機関銃のコピーでした。歩103では球弾ベルトの差し込み方向を左右専用型にされているという違いがあります。また搭載している弾丸もオリジナルとは異なっていました。オリジナルの AN/M2 では 99mm 弾が使用されていましたが、歩103では 81mmSR 弾が使用されました。 81mmSR 弾は 99mm 弾よりも2から3割軽量、小型で発射速度で分かっていましたが、砲口初速と有効射程などの点で威力がより低いものでした。 81mmSR 弾は英国ビッカース系のもので、過去に輸入されたブレナ型機関砲弾をもとに開発された国産の機関砲弾でした。マダンの搭載。歩103はマダンと称する特殊弾が使用可能でした。マダンは栄光弾など何種類かの弾丸が組み合わされたものでした。まず炸裂弾であるマ103は、オリジナルの 99mm 弾にはない榴弾で、着発式の信管を備えていました。つまり発射後に目標に弾丸が着弾したら爆発するという仕組みが備えられていたのです。これは日本独自の発明と言われていますが、ヨーロッパでは試作されていた例があるという指摘もあります。また特殊焼夷弾であるマ102には信管がなく、敵機命中時に炸裂し燃料タンクに対する焼夷効果を狙っていた弾丸でした。このように一口でマダンと言ってもバリエーションがあるという点が重要です。初期型のマダンの問題。実戦配備初期のマダンには困った問題がありました。それは過敏な機械式信管のために、砲身内や薬室で暴発する後発や発射直後の早期炸裂といった事故が発生していたことです。ちなみに日本軍の他の弾丸でも同様の問題が発生していたようで、鉄製の補強材を巻くなどの対策も行われていたそうです。この点については日本の技術力の限界点とも言うべき問題だったのかもしれません。新型マダンの登場。その後量産と並行してこれらの不具合も徐々に改良されました。1943年後半には、従来の機械式信管に代わる空気式信管が陸軍の下で新開発されたことで大きく進展しました。この信管は弾頭内部に空洞を設け、空洞の先端は金属の薄板で塞がれているだけの単純な構造でした。一方、目標に弾丸が命中すると薄板が変形し、空洞内部を圧縮して信管内部の火薬が発火するという仕組みでした。この空気式信管が使用されたマダンは新型マダンとも呼ばれ、信頼性を高め、暴発事故は激減しました。そして信管機構の単純化、小型化により、生産効率は従来比8倍となり、弾頭にスペースができたため削薬量も増え、威力を増しました。まさに一石二鳥の改良だったのです。
渡辺少佐による新型マダンの開発費は、新型マダンを開発したのは渡辺三郎技術少佐です。渡辺少佐は先に触れた問題の原因が、信管と弾頭の隙間に溜まった空気が射出時のスピードと圧力で断熱圧縮を引き起こし自然発火しているのではないかと考えたのです。なお、断熱圧縮というのは空気が急激に圧縮されると発火するくらい高熱になる現象のことを指します。渡辺少佐はこれを逆手に取り、事故の原因である断熱圧縮を逆に信管に応用するというアイデアを1942年5月に提出していました。しかし当時の上層部は既存の信管の改良にだけ関心があり、新型信管の開発には見向きもされなかったといいます。しかし渡辺少佐は地道に研究を重ねていました。ある時、事態が一変しました。ビルマ戦線で入手したイスパの水座機関砲弾の弾頭部分が空洞になっていると報告があったのです。当初は訓練用の信管のない弾丸であると見る向きがありましたが、渡辺少佐は自らの研究データとイスパノの機銃弾に対する考察を提出したのです。その後、上層部は渡辺少佐を研究チームに招き予算を与え、空気信管の開発を後押しし完成にこぎつけたという事情がありました。渡辺少佐の地道な努力がなければ新型マダンの開発はなかったと言えるでしょう。マダンを搭載した歩103の戦艦、歩103ははやぶさや小機といった戦闘機から爆撃機に至るまで多くの航空機に搭載されました。そして実戦でも多くの戦果を上げています。まずドーリットル空襲の際のエピソードがあります。陸軍飛行実験部実験隊の荒牧義継少佐と梅川良三郎中尉はちょうど試作中の戦闘機機61に搭乗し、歩103射撃試験中でした。そして急遽迎撃を行い、梅川機が B25 を1機撃墜しています。新型103を装備した一式戦と交戦したアメリカ陸軍航空軍の乗員は20ミリ弾が命中したとよく報告しています。新型マダンはビルマ戦線の飛行第64戦隊など第一線部隊に広く実戦配備され、同地における空戦では B24 爆撃機を確実撃墜するなど効果を上げています。歩103のはやぶさへの実戦配備、次に歩103の一式戦はやぶさへの配備の経過について説明します。当初はやぶさには89式機関銃が搭載されていましたが、順次歩103へ換装することになりました。そして大東亜戦争開戦時までには全ての第一戦機が最低でも機首右側に89式を1丁、左側に歩103を1門装備の1型オツとなっていました。つまり 7.7 ミリ2丁のみの一式戦は実戦には事実上投入されていないことになります。ではどうしてこのような2種類の機銃を混成して装備することになったのでしょうか。その主な理由は89式と歩103の交換は容易だったものの、歩103は新鋭兵器であるゆえに数そして信頼性が十分でなかったためと考えられます。一方で加藤はやぶさ戦闘隊では異なる運用がなされていました。開戦前に一式戦を受領する加藤武雄少佐は、自分がまず試しいずれ全機を機関砲2門にしたいと航空本部に上申したのです。そうして戦隊長来たる自身の搭乗機には歩103を2門装備させたのです。第64戦隊長となる前の加藤少佐は広報部員であり、当初はやぶさへの機関砲の装備には反対していました。理由としては重量が重く新兵器ゆえに信頼性にも劣ることがあったようです。その一方で他の操縦者たちが歩103に対し信頼を抱かせるように機体受領時の時点で2門装備とさせたというわけです。まさに指揮官の鏡といった振る舞いだと思います。その後はやぶさは1型兵からは機首2門とも歩103装備となりました。マダンの威力は本当だったのか。ただ一部にはマダンの威力が
本当に20ミリ機関砲に相当するものだったか。また、陸軍で20ミリ機関砲が行き渡る1944年初頭までに一線を支えたかどうか疑わしい、とする意見もあります。その理由としては、マダンの威力を裏付ける根拠が打たれた側のパイロットの証言が主であるという点です。まず、新型マダンの特徴である空気震感は、自然現象を利用したもので、一切の調整が効かないという特徴があります。これにより、着弾した瞬間に炸裂するわけです。一方で、多くの20ミリクラスの航空機関砲弾は機械式信管を備えているので、機体を貫通し内部で爆裂するようにできているという違いがあります。参考までに、イギリスのイスパの機関砲は、後に機械式の信管に変更しているのですが、その炸薬量は最大でも 2g ちょっとでした。これは、当時の日本軍が使用していた20ミリ機関砲弾の作薬量の5分の1と非常に少ないため、この点からも20ミリの同等の威力だったとは考えづらい、という指摘もあります。以上を踏まえると、マダンを打ち込まれた機体表面で弾けて、派手な光と衝撃を発したことで20ミリと誤認したのではないか、という考え方もできるようです。また、そもそも、そのアメリカパイロットの証言の妥当性が疑わしいという考え、また、英語資料におけるマダンに関する記述は、極端に少ないために、敵側には脅威として認識されていなかったのではないか、という指摘もあります。この指摘を立証するには、同一の機体で、歩103の装備前後で、戦果がどう変化したかを評価することが近道です。しかし、先に触れたように、開戦前には、歩103は、すべてのハヤブサに装備されていました。そのため、今回紹介した疑問点を明らかにするのは、容易ではありません。このように、歩103は、対戦中において、いくつかの問題がありつつも、陸軍航空機の主力兵器として使用され、戦果を上げました。20ミリ機関砲と同等の威力だったかどうかは、様々な意見があるようですが、渡辺少佐による創意工夫と熱意、戦場で、この機関砲で戦果を上げたパイロットたちの努力は、胸を打つものがあります。ご視聴ありがとうございました。もし、良ければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。